内傘、外傘、上部タンジェントアーク。現実と共に発生した上部ラテラルアーク。六角中継表彰内の光の経路。これを90度横にした形で浮遊しており、この図では、上部マイナスは左から上へ、下部マイナスは上から左へ、光が通過する。ラテラルアークとは、太陽の周りにできる虹のように分光した古上の光の帯の一つ。 接戦ことも言う。外接波炉や、タンジェントアーク、傘などに比べて、青や、緑などの赤以外の色が明瞭に現れることが多く、虹色のスペクトルがはっきりとしていて美しい。太陽高度によって、形が著しく変化する。非常に珍しい現象で、一年に一度、ないし数年に1回程度しか見られない。その形状から、上部ラテラルアークと、 下部ラテラルアークに分け、同一の現象と捉えないこともあるが、両者とも上空に漂う六角柱形の表象のうち、底面が水平方向を向いているものを、太陽光が通過する際屈折してできるものである。光の経路は、上部ラテラルアークの場合、六角柱の側面から入って底面から出る一方、下部ラテラルアークはその正反対で、六角柱の底面から入って側面から出ると、 考えられている。ラテラルはスペイン語で、側面、側面のという意味がある。概ねどの太陽高度でも、外傘に接する形で出現し、上部は太陽高度0度から15度、下部は0度68度で外傘の側方に2点で、接するため、この名がついたと考えられる。太陽の中心を通る水平線を引いた場合、その線より上の外傘に接するか、 外傘の上に少し離れて存在する傘。また、どの太陽高度でも、アークは太陽の方向を内側にしてカーブしているのが特徴。太陽が地平線にあるときは、アークと外傘の接点がちょうど地平線付近に来る。この時アークは左右二つに分かれている。また、地上からは見えないが、飛行機や鉱山など地平線より、下が見える状況ならば、 太陽の中心を通る水平線の上下で対称な形のアークを見ることができる。これより太陽高度が数上がってくると左右二つのアークの上端が接近してきてやがてつながるとともに外傘とアークの接点が水平線より上に上がってくる。15度くらいになると外傘の上部とほぼ重なり接点は外傘の一番上に来る。 15度から27度までの間は、外傘とアークの接点は移動せず、アークの下側が徐々にせり上がってくる。27度を超えると、アークが外傘から離れ始め、32度を超えると消えて見えなくなる。約20度以上では、寒天頂アークにほぼ接する。太陽の中心を通る水平線を引いた場合、その線より下の外傘に接するか、 外傘の下に少し離れて存在する傘。太陽高度50度から60度以下では、アークは太陽を外側にしてカーブしているのが特徴。太陽が地平線にあるときは、アークと外傘の接点がちょうど地平線に来る。この時アークは左右二つに分かれており、アークの大きさは上部ラテラルアークよりも小さいので区別できる。また、上部ラテラルアークと同じように上下対象である。 これより太陽高度が上がってくると外傘とアークの接点が水平線より下に下がってくるが上部ラテラルアークに比べて接近のペースは遅い50度から60度くらいになると左右2つのアークの下場が接近してやがてつながりカーブの向きが逆になる68度になると外傘の下部とほぼ重なり接点は外傘の一番下に来るこれより 数の間は、高度が上がっても接点は同じで、アークの上側が徐々に下がってくるのみである。それ以上になると、アークが外傘から離れていき、このあたりの高度では、冠水平アークとの区別が難しい。ありがとうございます。